金巻ジャーナル今日の特集です今日のテーマは国会は真面目に原発事故と向き合っ ているのかと題してお送りいたします、えー、冒頭でもご紹介しましたけれども京都大学で原子力を学ばれたご経験そして研究者の経歴が終わりです共産党衆議院議員の吉井秀勝さんです吉井さん改めましてよろしくお願いしますよろしくお願いいたします吉井さんはですね3.11以前何年も前から原発の危険性まあ、それも 具体的に電源が全部なくなってしまうことがあるんだぞというふうに警告をなさっていたということで、はい、あの非常に注目されている議員でいらっしゃいますが吉田さん、これおっしゃったのは何かきっかけがありどういうういことだったんでしょう一番最初のきっかけは2004年の12月にインドネシア・スマトラ沖で大きな地震、津波がありましたね。 であれでインドのマドラス原発があのいあの1機だけですが内部電,力電源がやはりあの壊れてしまうという、まあ、<ー>そういう事故がすでにあったのです、はい、それでもし日本の老朽化している原発を、うん、このあれぐらいの規模の地震や津波が襲ってきたらどうなるかという問題意識を持って 翌年の2005年以降、ずっと国会質問とか、それから質問主意書というのは国会議員は出せますから、これに対してはあの内閣総理大臣の名前で、閣議決定した文書はちゃんと返ってくるんですで、それを繰り返して取り上げてきたんですそうしましたら、どういう返事が返ってきたんですか電源もそうなんですけど、例えば自身で言いますとね、 巨大な地震があの古くなった原発を襲ったときには、うん、例えばその圧力容器の中、あの原発の心臓部ですね、核燃料棒が入っているところですが、はい、ここなんかは中性子が、後続中性子に常に叩かれてますから、うん、税制劣化といって脆くなってきてるんですね。うん、で脆くなった原発に 地震動が襲ったらどうなるのかと、うんうん、これはピッカピカの原発の時だったら一応大丈夫というのも古、はい、古くなってくると、必ずしも大丈夫と言えないわけですね、はい、それから原発の配管類はいっぱいあるんですけれども、うん、まあ巨大な爆薬工場と思ったらいいわけですから、<ー>この配管の中には、高温、高圧の 冷却水が常に流れてるわけですね、えー、で水が流れると配管の肉厚が薄くなったんです、まあ、そ,そう、普通の、まあ、管ですよ、ね。イメージしたらいいんですね、そういう摩擦でやられますわね、それがちょうどねあの、スマトラ沖地震のあった、はい、2004年の8月に、はい、関西電力三浜原発3号機で大きな事故があったんです。うん あの時はあは20気圧で110度超えるぐらいの、のこれ、ああ二次系の冷却水ですから、温度、圧力はだいぶ低い方ですが、それでも普通の我々の感覚からすれば、うんと高温、高圧ですよね、うん、でこれは吹き出して、5人の方が犠牲になられたんです、でそういうふうにあのもともとく長く使ってると薄くなってきますから、そういうものを大型の振動台にちゃんと乗せて、 振動を実験して、どれぐらいのデータが取れるかというのと、コンピューター解析と付き合わせないと、うん、今言われているようなストレステストというのは、あまり意味のないものになりますね。今、そ<う>実はその、出ているストレステストで、実証実験をやったのは一つもないんです、<え>全国の原発で。ではい、というのはあの、これは小泉内閣の時でしたけれども、うん あの四国の香川県多土津町にありました、世界一の規模の大型振動台を、これはあの維持管理費が年間10億円かかるのはもったいないと言って売り飛ばしたんですね320億円、税金使って作った装置なんですが、2億7700万円で、うんあの、今治造船という造船会社に売り飛ばしてしまったんです。 そんななもったいなことをで造,船で造船会社は倉庫用地として求めただけ、はあ、倉庫として使おうとして買っただけですから、はあはあ、振動台は、まあ、あの大型の重たいものを揺すりますから、鉄の塊みたいなもんですから、これ、スクラップにしして売り飛ばしたんですよ、えー、でこれ、売り飛ばした直後に私、国会で質問したことあるんですが、はあ、これまで大きな地震が来た時に、古くなった原発機器が大丈夫だという。 実証実験やった例があるのかと聞いたら、うんはい、一つもございませんというのが、当時の原子力安全保安委員長の答弁でした、ですから、実証実験をやる装置もないし、やった例もないと、はい、でただ、コンピューター解析だけのデータで、ストレスストは OK ですと言っても、これちょっとなかなかんあのみんな信頼できないんじゃないでしょうかね。う 吉井さんのおっしゃったその警告は結局、原発政策を見直すことには至らなかった、まあ、言うたら無視された形ですよね、残念ながらそういうことになりますね、でみんな一生懸命あのあの、皆さんが原発推進の立場で、財界も政界も官会もそうですが、みんなですかあの官僚ですね、うんえー、の人たちもみんな原発推進で動いてましたから、うん、だから私が物を言っても、なかなか真面 真面目に受け止めようとしないということがあったんですよ。だから電源もそうなんです。うん、電源も今度は地震でダメになりましたけれども、あの四日原発ではあの自滑りでね、うん、あの送電鉄塔が倒れたことがあるんです。うん、これあのどういうことかというと、原発で電気を起こした時には送り出す鉄塔ですが、うん、原発が止まったら。 あの止まった原発を冷却し続けなきゃいけませんから、うん、外部から電源もらわなきゃいけないんですね、うん、その送電鉄塔があの地滑りで壊れてしまったんですよ、うんで、そのことを取り上げたのもその頃なんですが、えーえー、これも真面目に耳を傾けなかったんですね、うん、でその結果、去年の3.11では、福島第一原発は、夜の森線と呼ばれる送電鉄塔、これは 原発止まったときは、自電鉄塔に変わるわけですが、はい、この幹線の鉄塔が地震でぶっ倒れたんです、はい、だから外部電源喪失になったんです、<ー>で通常はそういうときには、あの原発の中にディーゼル発電機と直流あのバッテリーですね、えー、これをあの1系列としたときに、まあ、日本の場合は2系列が多いんですが、2系列準備してあるんですが、うん これがあの津波ででダメになったわけですよこれは内部電源喪失なんです、じゃあ全部の電源失われたら、これはもうあの原発が止まったときに、まだあの今まで燃えてきた燃料は熱いままですし、はい、核分裂によって生じた放射性物質というのは、放射能の面から見れば安定したエネルギーレベルに変わっていこうとする性質がありますから。うん これ放射性崩壊というんですが、熱が出るんですね、この熱を取り去る電源が失われたわけですよ、外部電源もだめ、内部電源もだめ、全電源喪失になったから、全く冷却できないという事態になったんです結局、吉井さんが警告してらした最悪の事態が、実際になっってしまったうそうなんです、あのー、スマートラ沖に津波の例を挙げて、はい、津波には押し波と引き波と、えー。 両方あるんですが、今度の場合はあの震源域が近かったから、引き波は少なかったあの小さかったんですけれども、50年ほど前の1960年のちょうど日本の反対側にある南米のチリで大きな地震があったときには、24時間かかって大きな津波が来たんですで、このときには先に引き波が来てるんですね、ずっと沖合まで陸地に変わってしまって、その後三陸海岸で、 一番被害の大きかったところでは28メートルぐらいの高さの津波が来てるんです。28メートルですかですからあの地震あの、津波というのは、うん、押し波も引き波も両方とも考えなきゃいけないですね。ということは、うん、想定外という言葉はよく出されましたけど、全然そうででなかったですねこれはもう想定外じゃないということを、えー、今度あの、黒川先生の,あの国会事故調の報告書でもね、うん、これはあの想定 定外の津波が主因だという考え方は、主な原因だという考え方は誤りだと、はっきり指摘していますし、これはあの自然災害じゃなく、人災だと、はっきりあの国会事故調報告でも指摘しておりますが、それはあのこれまでから、国会で何度も何度も指摘してきたわけですから、それに大丈夫だ、大丈夫だと言って、 耳を傾けなかったという責任は非常に重いと思いますね、うん、でもその後も今の国会見てると、この今回の報告書の中身を生かそうという動きが見,見られませんよね、うん、これはまあ,あの、中身を生かそうとする段階で、うん、政局中心に変わってしまったという <laughs>、うん、<laughs> まあ、異常事態がありますからね、はいで、電源についてもう一つご紹介しておきますと、 全電源喪失になった時には、うんうん、炉心溶融になるだろうと、今度のようなメルトダウンになるだろうという質問をしたんですが、うん、あのこの時はあの原子力安全委員長だった方が、うん、いや、吉井議員、大丈夫ですと、うん、日本の原発はおかげさまで一つの原発がダメになっても、うん、同じサイト内に、敷地内に複数の原発を持っておりますから、うん、他から電源を融通してもらえるんですと。 だから大丈夫と言ってたんです<ー>で今度、福島第一では全部がやられちゃったんですよね。ねだからあの、全電源喪失の時に、うん、他から電源を融通してもらえるという発想は全く成り立たないということが証明されたわけですよ。うん、だから、そういう点では私は非常に残念な思いしてるんですが、うん、3.11以前に、うんあのー、ちゃんとこうものを考えて対策、はい。 取っておれば、ああいう事態になっていないのに、えーえー、ああいう事態を引き起こしてしまったという。不作為の責任ですね。えーえー、これやっぱり考えなきゃいけないと思うんです。うん、それから三点一一以降は。今度はあの。東京電力と、そしてあの。総理をはじめとする。あの官邸の責任ですね。えー、この。圧力容器の中を、何としても核燃料棒が。 冷却水の上に頭を出さないように頑張らなきゃいけないわけですから、うんうん、そのためには、あの70気圧230度ぐらいで運転している圧力容器の中というのは、まず圧力下げないと冷却水、異常がないですから、はい、冷却水の圧力を、まあまあ、消防の例で見たって、高圧放水したって、うん、まあ10気圧とかね、そういう低い圧力ですから、うん、70気圧だったらまず圧力下げないと水が入らないですし、うん